JR 東日本の荷物輸送サービスを活用、朝採れ野菜やさくらんぼなどを輸送した。米沢市や JR の担当者が段ボールに詰め、台車に乗せてホームへ運んだ。農産物はこの日の午後、横浜市役所で販売された。関東近辺の方にのそういった物産に興味を持っていただいて、と米沢の方に、北間地域の方に足を運んでいただいて、産業活性化ですとか、そういうところに観光ですとかに行かせればと思っております。